会社で一人をハブにする人のお話です。以前勤めていた板橋区の3人現場で一人退職者が出たので代金へ向かった時のことです。自称リーダー的なおばさんともう一人、1年前に入社した川崎さんが控室におばちゃんが入室したと同時に楽しそうな雑談を始めました。さっきまでは全然話してなかったのに急におばちゃんの知らない話題をし始め、川崎さんは挨拶をしてくれようとしましたが、制止するように森さんが、この間ね、ペラペラと話を振り出し、おばちゃんが一方的に挨拶をする形になりました。おはようございます。おばちゃんです。今日は応援に来ました。森さんは一切こっちを見ようともしません。事前情報は会社から聞いていました。森さんは誰か一人を味方につけ、一人を孤立させようとする傾向があるそうです。こんな感じで今まで二人、嫌になってやめています。洗礼は受けましたが、おばちゃんは気にしないタイプなので、OK ドゥです。こんな素敵な歓迎なら勤務開始前まで、まだ時間があるので携帯をカチャカチャできます。気にしてないのが気に食わないのか、さらに声を張り、楽しそうに森さんは川崎さんに話しかけていました。川崎さんの表情が困った顔をしているのが印象的でした。勤務が開始し、マンションの上の階で川崎さんと鉢合わせると、川崎です。よろしくお願いします。と挨拶をされました。おばちゃんです。今日はよろしくお願いします。先ほどは申し訳ありませんでした。この川崎さんも半年前まで同じようにハブにされていた側の一人です。おばちゃんは新しい人が来るまでの代金者なので、毎日来ている人が働きやすいようにおばちゃんのことは気にしないように伝えましたが、話していたところを森さんが見かけたのか、休憩時間、控室では機嫌が悪くなっていて無言で椅子に座っていました。というか、みんなに分かるように機嫌がすごく悪いようにオーバーリアクションをしているように見えました。川崎よ、分かってんのかよ、と言いたげです。こういう人の特徴は、威圧、孤立させるのが力だと思っている、脳細胞が大幅に欠如している多くだと思ってください。人類とは分かり合えないのは当たり前です。森さんを多くの国の女王陛下と思うと分かりやすいです。ゴマをする取り巻きは公爵家の御令嬢です。女王に逆らうのという考えからなっているので、もしこの輪に入ると多くの女王にこびへつらう毎日が待っています。少しでも機嫌を損ねると公爵風情がと輪に入っても結局はハブられるので、打ち解けても意味がありません。多くの女王と帰る道が同じだと、ずっと機嫌を取りながら帰り続けなくてはならず、家に帰ってからも電話をかけてきてプライベートを侵食してくるパターンがあります。そこでも機嫌を損ねたら大変です。対処法は、関わってもいいことが何一つないので距離を取りつつ、いつか討伐してくれる勇者の出現を待ちましょう。あなたに力があるのなら勇者召喚魔法を唱えるのも手です。最悪な選択、取り巻きたちはこの苦行とも言える行いを生存本能によって選択してしまいますが、この行動は孤立させられるよりも精神を病み、考え方を歪めます。ぶっちゃけ孤立させられた方が楽じゃねと気づくこともできない哀れな囚われ人なので、そのことに気づいただけでもあなたの方が幸せです。その場に居づらいなら場所を移してもいいし、その状態が続いてあなたの精神が損なわれる恐れがあるなら、職場を変えることができるか会社に聞いてもいいし、転職した方がいいです。多くは空気のいい環境へ移ることが負け犬が逃げていったと思うかもしれませんが、魔族特有の解釈を人類は決して読み解くことはできないので捨ておきましょう。考えるだけ無駄です。毎日多くの女王が開く社交界は視野が狭く、多くの女王のワンマントークショーを聞かせられるだけの何の実りもない時間を共有させられます。こちらは飽き飽きしているのに拍手し続けなければならないのなら、いっそハブにしてもらった方が幸せでしょう。人類は多くとは分かり合えないのです。こんばんは、プリティです。女性現場でこの多くのパターンって結構あるの。今まで何人も出会ってきたんだけど、おばちゃんね、まあ、それでハブられた人たちのさ話とか、あと多くと話もねしたことあるのよ。でトータル的でもうね答えが見えてんのよ。多くとさ人類はさ分かり合えないじゃない。だから仲良くな必要はないと思うのよ。でなったらなったで機嫌損なうとさまたハブられるでしょ。だからそのグループに入る意味がないと思うのよ。で多くは多くでハブにしたり、あと威圧したりするのが力だと思ってるじゃない。でそんなのとさ人類は打ち解けられないでしょ。で打ち解けられはしないし、そんな多くと仲良くなりたいとも思わないじゃん。だからね、向こうがいくらハブにしてきても関わらないで一人でいるっていうのが一番いいことなんじゃないのかなと思う、休憩時間とかさ、ね、イヤホンして音楽聴いてればいいじゃん私たち仲いいのよっていうのをさ、おばちゃんとかさ、あとそのハブられてる人たちに味合わせたいんでしょ。でなんか精神的に聞いてるかどうかかなり伺ってる人多いのよ。
って聞いてなければさ、夜大きな声でさ、盛り上がって、まあ盛り上がってって言っていいのかどうかわかんないけど、それに付き合わされてる人の顔見るとさ、みんな困った顔してるじゃん。さっきの動画中に出たおばちゃんね、フカって呼んでるおばちゃんいたのよ。この人も実は破分茶されてたのね。で、辛くて多くの仲間に入っちゃったのよ。そっから毎日仕事終わった後とかもさ、プライベートで電話かかるようになっちゃったんだって。で、これおばちゃんどうしようって、だからあれほど関わっちゃダメって言ったじゃないですかって。三田さんって人なんだけど、おばちゃんずっとね、深いってね、心の中で思ってた。うん。絵そっくりなのよ。おばちゃんが、これに時間割いちゃった。で、その人結局耐えれなくなっちゃってさ、帰る時もさ、一緒の電車乗ってくるから、一緒に帰りましょうって言って、断ることもできなかったのよ。地獄でしょ。仕事終わったと思う。一緒にさ、家の、帰る電車乗ってかなきゃいけないしさ。で、駅に着いたら着いたら、ちょっと茶しないとか言われたら、もうたまったもんじゃないでしょ。で、大体どんな話してるんですかって言ったら、仕事の愚痴と、あとハブしてる人がどれだけ今もう精神的に追い詰められて、いつ辞めるのかしらとか、そういう話、あと、多くのね、家庭の話だって。旦那がね、それも愚痴ばっかりだって。うん、もそもそも、豚多くの、多くのね、仲間になって何一ついいことないと思うね。だからもうどうしようもないとき、精神的に。会社に行ってさ、どっか配置換えしてもらえないでしょうかって頼んでダメだったら、まあ仕事いっぱいあるもん。やめちゃっていいと思う。あまりにもさ、ひどい対応されてさ、で、我慢できなくて会社にさ、これこれこういう状況で、ちょっといずれんで違う場所、配置転換していただけないでしょうかって言ってもさ、今ないかちょっと待っててもらえるっつってさ、それで半年とか1年ずっとさ放置されてたとするじゃない。だって会社もよ、オークマスターなのよ。オークを召喚してる。で、自分たちで召喚してるのに全然なんていうの、その後は入ってきた人を助けてくれなかったとしたら、そんな会社のために居続ける必要ないと思うよ。だってちゃんとしてる会社まだいっぱいあるもん。無理して続けるね、必要はないと思う。だって治らないもん。今まで数々のね、豚王国を見てきたけど、誰一人更生した人を見たことない。もう年々ひどくなっていく。だから、ね、そんな人の話にしてる会社はもう、ダメだなってね、見切りをつけるっていうのは大切だと思う。だって働きに来てさ、だってお金稼ぐためだけの目的でしょ、働くって。そこでさ、精神病んじゃったらさ、何のために働きに来てるのってことだと思うのよ、おばちゃん。自分に合わないと思ったら我慢する必要はないと思う。それで皆さんにね、どうしても分かっていただきたいことがね、一つあるんですよ。こういう人たちって、そのハブにしている人たちがどういう状況に回るかっていうのを話し合ったりするのよ。聞かなければ聞かないほど、わっともっと大きい声で盛り上がってるような感じで、だいたい内容ないから。よく聞いてると、うん。とりあえずなんか楽しい雰囲気を醸し出してやるだけ。よく耳を澄まして聞いてごらん。なんか話もちぐはぐだし、もう全然楽しいとも思えない。雰囲気だけ。それで、相手がどれだけ弱ってるかを見て、で、弱ってなければより追い込んでいこうよみたいな感じでどんどん突き進んでいくから。そんなところにね、無理なところだったらもうやめてった方がいいと思う。いる意味もないし、居続けても悪化していくばっかりだもん。これがおばちゃんがね、今まで経験してきた豚を、多くたちのね、現状です。私を物にしたいなら、もっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは、皆様のご相談をお待ちしております。ところでよく、ある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。